女子力ステップアップバラエティビューティーパークプレゼンツレギュラーのお楽しみ会、どうぞ。さあ始まりました。どうもレギュラー西川でございます。西川くん、よろしくお願いします。松本くんです、よろしくお願いします。ね、来ました。さあこの番組は日本最大級の美容室ヘアサロン検索サイトビューティーパーク提供、うん、女子力が上がる番組となっております。そうでございますね。これを見れば女子力が上がるというね。そうですよ、うん、皆さんどんどん女子力を上げて好きな女性になっていただきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。さあそして今日からですね、なんと BP ガールズの方がガラッと変わりました。増えましたね。増えまして、もう、ね、あの精鋭たちが、あ、はい、精鋭たちが、まあ、日本のトップ5ですよね。トップ5、日本のトップ5、女性のトップ5が集まってきましたので、はいはいはい、まあ、自己紹介をね、はい、簡単に皆さんしていただきましょう。よろしくお願いします。お願いします。山内ケリナ、19歳です。今タレントをやっています。よろしくお願いします。お願いします。はい、ケリナちゃん、はい、はい、そして、あ、吉田奈央です。今は、水の読者モデルをやってます。最近はネバール君が大好きです。お願いします。ネバール君、納豆の水のキャラクターね、キャラみたいな、ね、ネバール、なるほど、そういうなんかこうパーソナルデータも入れてきましたね。わ、ね、かりました、はい、じゃあ続きまして後ろの方行きましょうか。よろしくお願いします。倉林智子です。29歳でアナウンサーと通訳と翻訳をしています。よろしくお願いします。お願いします。やっぱりあれですね、あの他の女性とはちょっと喋り方違う。そうですね、ハキハキと清涼感の清潔感のある喋り方。さあそして最後お願いします。はい、中島乃々佳です。20歳の大学生をやっています。私はすごい女子力がないので、この番組を通して成長していきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。声どうしやったんですか。そうですね、声こんな方がしました。大気ガスをもしもしはったんですか。なんか声が鼻で息したらあかんみたいな。あと目も気持ちそんな釣り上がってました。ちょっと一度お会いさせてもらったんですけど、ね、そうなんですよね。その時に目が釣り上がってやっぱ今日はスタジオということでちょっとバリバリにメイクしてくれた。さあそして本日のゲストでございますね。そうございます、本日のゲストは梶恵理ちゃんこと梶恵理子さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、22歳ですよ。若いですね、22歳。はい。なんと梶恵理ちゃんが、はいはいはい、なんとこうプロのヘアメイクとタレントさんを兼用してる。え、今でもヘアメイクをしてるんですか、梶恵理ちゃんは。そうなんです。ちなみにここだけの話、ちょっとどなたのヘアメイクされてるタレントさん、ね、タレントさん。私今渡辺エンターテインメント所属なんですけど、ナレブロックまで、はい、所属なんですけど、はいはい、まあ、そのあタレントさんだったりとか、ネプチューンさんだったり、ネプチューンさん、妹さんだったり、ヤシミユちゃんだったり、はい、ちなみにその妹さんの、はい、あの眉毛もやりはるか。書いたことあります。あれって自分で書くもんじゃないのかな。バランスはこうなんか自分で縁取りはするですよ。けどその中をきれいにムラなく埋めてあげるっていうのをやりました。そんなんあんねんな。はい、ゴルゴ30みたいになって。いや、そうやな、ほんまや。外が聞いたけどな、やって、あの中が、あ、そう、お弟子さんがなんかいろいろ目だけ、ね、あの作者がバッてやる、師匠がやって、師匠がやって、あとはもうアシスタントの方がやるみたいなね。なるほどね。あ、はい、そうなんや、いろいろ。じゃあ自分の事務所の先輩後輩たちのメイクをやってる。そうですね、一番最近で言うと、CM 撮影に入らせてもらったんですけど、澤部さんの、ヒラリチの澤部さんの、はいはい、年賀状の CM あらー、はい、ありますあります。そのヘアメイクをさせてもらって、でもヘアはほとんどすることないじゃないですか。どうせやな、そうです。だから一応ファンデーションとかいろいろこう手刈り押さえたりだとか、そうやもんな、はい、いらんって言われるもんな。ヘアはいらなかったんで。しかしナベプロさんはお金かからないですね。メイクさんがね、自分のところ垂れてますから。いや、それはどこの事務所も考えてますよ。吉本興業もしたらいいんですね。吉本はいろいろ今本社でスタジオ作ろうとしてる。なかなかです。スタジオ代も削ろうとしてますからね、吉本興業はね、はい。まあ、しかもメイクだけじゃなくて、まあ、今世間でやってますよね、こうザワチンさんがねいまして、うん、モノマネメイクというのがあるでしょ、うん、はいはいはい。それと一緒だから、この芸能人のマネメイクがやってて、はいはい、これ
かぜちゃんはマネメイクなの？そうなんです、結構前からもう4年5年前からちょっとブログでは更新してて、はい、で芸能人マネメイクって言って、そのモノマネっていうのはやっぱこう人に見させるっていう、ちょっと芸っぽいとこあるじゃないですか。言ったらザワッチンさんがやってる、はい、そっくりに似せるみたいな、ほんまにうわ似てるなってなるもんな、はい、そのやつは。ああ、そういうのを求めてるんじゃなくて、その芸能人の、チャームポイントを自分で見つけて、それを自分のメイクに取り入れるっていう。なるほどなるほど、はい、真似ではなくて、そういうチャームポイントを真似て自分のメイクにするっていう。はあはあはあ、なるほど。例えばこのタレントさんの目元が好きやから、そのタレントさんの目元っぽくするっていう、はい、そうなんです。それを自分がより綺麗に、はい、美容室行ってヘアカタログ持ってって、はい、この人みたいにしようさみたいな感じ。あ、みたいな感じです、はい、はあはあはあ、そういう感じで。そっかそっか、はい、あ、そんなんできるんだ。そう、今日やってんのそれ。あ、昔は今やってないです。普段はやってないです。あ、普段はやってない、はい、ナチュラルな感じ、ね、ナチュラルな感じね。あ、すごい、関西出身でね。あ、関西はどこ出身なんですか？関西の、大阪市の方なんですけど、はいはい、港区の方に。港とか、そうそう、海遊館とかね、あ、はい、海のある方ですね、はい、もう楽屋でね、ちょっと緊張しはってなんでかって言ったら、なんか昔に我々をずっと見てて、子供の頃に、その憧れの人間があるから緊張しはって売れてたからなこんな悲しい売れてたからなね、なんか小学校の時見てくれたよね。そうなんです、そのイベントがあって、近所でそのイベントに私もずっと行ってたので、うん、わと思って。今どんな感じ、その12歳の時に見た12歳の時に見た、子供の時に見た感覚と、はい、今この大人になって自分が仕事としてこういう番組に出る時の感覚がどんな感じどんな感じ、まあ嬉しいっていうのは大きいんですけど、うん、あ、近くなったのかな、それはかじりちゃんが近づいてきたのか、我々が降りてきた我々が下がって我々が降りていってるタイプだから上がってきてバッチリこうなったっていうタイミングね、言ってもう10年前とか何年前ですよ。え、もう PP ガールズのみんなもそんな感じ？私も見てます、小学校ぐらいの時に。レギュラーチルドレンやから、うまいな、すごい見てました。倉林さんは？あ、見た、倉林さん見た曲ないです。うそ、倉林さんはもう原稿読みすぎやって。大きいニュースは俺らやらかしてないから。そうそうそう、やらかした人を結構覚えてあんちゃう、自体で報道の方はね、報道のいろいろ全く知らないですか、我々も。あ、知ってましたけど、あの映像で覚えてないです。印象に残ってないってことですね。結構かもしれない、結構は暴れてた方なんですよ、ね、そうですよ、やかましくバタバタしてた方なんですけども。ののかちゃんは？はい、あ、いや、ボートしてんの収録中やね、今見てました。見てた、はい、エンタの神ああ、続々とこの20歳ね、20歳前後の方々が育ってきてますんで。いいですね。そうですね、いいですよ、ね。巻いた種が。あと早く使う立場まで。そうです、ね。登り切ってくれると。そうですね。皆さんもっと頑張って売れてください、ね。頑張ってください、ね。早めに引っ張ってください。自分らで頑張れと。一回も自分らで頑張ったことないですから。そうですね。誰かが引っ張ってくれてますか、僕ら。まあまあ今日はそんなカジェリちゃんを講師と迎えましてね。はいはい。しまして。女子力が上がるメイク特集と題して、うん、いろんなメイクを教えていただきますと。やっぱ持ってこいやんか。そうですよね。だってそのパークさんにはぴったり。女子力アップするためにはさ、やっぱメイクが欠かせんわけやんか、はい、いや確かに女性ってメイクで変わりますからね。変わりますね。我々男性いまいちわからないですからね。そう、メイクっていうのどうしてどう変わるかっていうのが、うん、まあカジエリちゃん迎えといてこんなこと言うけど、やっぱすっぴんも大事やんか。すっぴんが ね元が綺麗じゃないと、はい、そうそうそう、キャンパスがな、キャンパスがやっぱり石に書くとさ、そうやな、ね、あのちゃんとしたものに書く違うから、違いますからね、一応こうすごい素材を揃えてますもんね。素材はね、多分、はい、いい素材をね、揃えてます。やっぱ大事なんですか、すっぴんだった時に、うん、あれってなったら男性的にってこと？男性的に、いや、それはやっぱりな、引くやろ、やっぱりそれさ、ひどい。いやいやいや、なんていうの、でもそれを恥ずかしがってるところが可愛いとかないんですか？全くない何やろ、いや、僕はイライラする。え、どういうこと？いや、だからもうすっぴん隠すのが意味がわからへん、だから。あ、なるほど。それ別に出したらええやん。いや、でもさっき言ったみたいに、落とした時に違う顔やったらイライラするみたいなことやから顔出しにくい。いやいや、緊張するやつを。そんな怖いこと言われたら出しにくいわ。
いや、まあ、そこまでじゃないですけど、まあいろいろこう勉強して帰っていただきたいと思います。だいぶ変わりますからね、メイクで女性は。じゃあまず一つ目のコーナー行きましょうか、はい、お願いします。松本くん、あ、僕言ってもいいですか？はい、言ってください。この辺といらんねん。毎回毎回